ジエジエ。うん。じゃあ、始まる。先行、先行。じゃあ、1本目か、2本目は。2本目。よえい。準備よ。いや、これ、ギャランティー求めていいな。うん。4000円プラス。それでは、いきます。先行、ファニー外交、コスターケース、発祥です。ジエジエ。はい。ジエ。さっきの熱いバトルの後、俺は個人的にリュックに思い入れがある。初めてマイク握って、初めてバトルやって、ボコボコにされたのがこの目の前の相手。今日何年ぶりかの宿命、俺が倒さなきゃ俺の道はここから進まねえ。何本バトルで勝ったって、あんたがカルマ背負って俺から離れねえ。いや確かにな、まるで振り返った奴らとの昨日と違え。だけどそう、目の前の試練という師匠を超えて師匠、師匠を超えなきゃ素人で終わっちまうからな。だからこそちゃんとやろうぜ、お互い。だからこの上なんだよ。いや、雨降りの月曜でも対話からなってる。対等から始まってる。対等な関係のマニアックにやらそうぜ。いや、雨が降る月曜なら、その次の火曜、俺が晴天に晴らすまで声枯らしてまで、俺が全力でラップかまして、目の前の相手ぶち殺すだけだぜ。いえ、さっきをサイファーで言った熱い言葉並べて、ペラペラのラップ、ペラペラのインバーカー並べることはね、俺が一発で首刈るだけだぜ。いえ、俺は平凡だからな、秀才にはなれなかった。でも瞬間にかける思いがある。文才とは違うかもしんないが、哲学。雨降りの火曜、まるで俺を空海って言っちゃうぜ。その言葉遊び、それが大事。ポエトリーは続いてんだぜ。とかまでも橋渡り、橋はガキだから、でも明日は変えられるぜ、お前自身。いえ、俺自身が変えるために今ここで自分でじゃんけん勝って先行だってあんたに問いかけてる。いえ、あの日のこと覚えてないかもしんないけど、俺はしっかりと覚えてる。いえ、まだ坊主で野球やって、同じ金属のマイク、長さ、重さは変わってもかけてる思いは変わんねえから、ここに立ってラップ言ってる。いえ、俺の思いしっかり伝わってくれよ。いえ、思い伝わった思いがいっぱい、曲いっぱい、等身大でぶつかってマジで嬉しいぜ。だからこそ粉砕することが大事だぜ。いえ、まるで俺たちの二人で繋がってる空間だけど、ごめんな、俺が勝っちまうからな。この先は任せてくれ。いえ、楽しんでくれ、この先は任せろ。ごめんな、俺のライブは下巻くべろ。わー、以上です。ベストバウト、それでは判定いきます。それだけ先行ファニーガイが勝った人、ここ MC リューが勝った人、勝者ファニーガイ、もう一回ファニーガイ、手挙げてください。はい、MC リュー挙げてください。勝者ファニーガイとなります。わー、素人だけ、素人だけ、やばかった。お互いやばかった。バトルしてんのに俺大胸筋って言ってました。